乙女ゲーをやってみた。こばしゃラッキーシャラクだよ。こんにちは、こんばんは、シャータン V です。今回は森永アイツさんのアイツピノが期間限定で出しているゲームですね。ピノゲー、落ち物パズル、デスゲーム、レースゲーム、乙女ゲー、音ゲー、格ゲー、全部で6つあるんですけど、今回は乙女ゲーですね。あの皆さん大好き、写楽大好き、乙女ゲーのピノ恋、こちらをプレイしていきたいと思います。それでは行ってみまーす。あの日私は恋をした。思ったのは特別な人、とても冷たい人、でもとても温かい人だから私はあなたを思うけれど、思うだけでは我慢できなくなってしまった。だから行動に移そうと思う。どんな結末になろうとも絶対に後悔しないように。はい。放課後の教室で、まさか彼と二人きりになれるなんて。おい、手が止まってる。クラスメイトのピノ君、私はずっと彼に密かな片思いをしているけれど、俺は早く帰りたいんだ、とっとと済ませるぞ。結構冷たわね。彼、私にとっても冷たいんだよね。そんなピノ君と週の掃除当番になってる6日間、放課後を二人きりになることに、これは神様が私に与えてくれたチャンスだ。彼が冷たい理由を探って、その心を溶かしてみせる。そしてできれば両思いになりたい。私は勇気を振り絞り口を開いた。ほう。え？あ、そっち手伝おうか。黒板まだ消し終わってないだろ。自分のことやってろよ。怒られた。怒られましたけど。あ、なるほどね。ダメなんだ。他の選択肢があったのかな。この調子で頑張ろうと。ダメじゃん。2日目、ピノ君が当番終わりにちょっとしたアクシデントがあった。え、彼が台から落ちて怪我をしたのなんですと。私は思い切って彼の隣に座ってみた。悪かったな、怪我なんかして。いやいや、それはピノ君が悪いんじゃないよ。ピノ君は立ち上がってそっぽを向いてしまう。やっぱりまだ冷たい。心配ぶったりするなよ。お前は俺のこと何も分かってない。え、どういうこと。ピノ君はぼそりとつぶやいた。私が言葉を失っていると、ピノ君はなおも突き放すように言った。俺はお前と違ってアイスなんだぜ。人とアイスってこと。難しい問いかけにしばしうなってしまう。私が出した答えは、え、気にしてたんだね。それはそうだろ、人と違う。失敗したよね、これ。チョコでコーティングされてるの、クラスで俺だけなんだから。まあそうなんだね。まあそりゃそうだよね。ピノ君は呆れたのか、肩をすくめた。ちょっと意地悪で言っただけだ。あ、ピノ君ちょっと意地悪してきたんだ。悪かった。いやいや、いいのよ。まあ、ありがとうな。保健室までついてきてくれて。いやいやいや、お、いいじゃん。え、ほら、ちょっとそう、彼の心を溶かせたのかな。3日目、私とピノ君は幼馴染だから、通学路は同じ道、当然離れて歩いているんだけど、前を歩くピノ君に少しでも近づきたくて、私は一生懸命の早足になっていた。ふとピノ君が足を止めて、分かれ道の片方を指さす。じゃあ俺んちあっちだから。違うんだ。雨が降りそうだから急いで帰るよ。うん。え、別れるのは少し先の道なの？のはずなのに？何？きっとピノ君は意地悪をして私を突き放したいんだろうけど、負けるもんかと私は口を開いた。ピノ君の家に行きたい。積極的だな。また今度ね。傘2つあるから貸そうか。ちょっとあんま積極的すぎんのもな。いやでもここでまた今度ねは良くないね、きっとね。傘2つあるから貸そうか。え、いいのか。俺雨苦手だから。まあ苦手だろうね、アイスだものね。サンキュー。お、
お礼にこれよかったら食べろよ。あ、ピノ1個食べていいんだ。嘘、ここでやっと1個食べていいんだ。食べれなかったってこと？はい、いただきます。それでピノ君は私と別れ違う道を歩き始めた。ジェット彼の背中を見つめていると、ふと彼もこちらを振り返っている。目が合った瞬間、彼はぷいと私に背を向けた。私嫌われてるのかな。冷たい態度に胸が切なくなる。4日目。今日のピノ君はおかしい。突然教室から走り出してしまった。え、何よ。必死に後追いかけてたどり着いたのは体育館の用具室。一体どうしたんだろう。ピノ君、どこ？一緒に帰ろうよ。あ、違うわ、オイラじゃなかった、違う女子だった外からクラスの女子たちの声が聞こえた。どうやらピノ君を探しているみたい。やばい、静かにしてろ。あ、見つかりたくないの。突然急接近してきたピノ君。こんな閉鎖された空間で二人きりなんて、私は断る一緒に隠れる。女子たちを呼ぶ。これは一緒に隠れるでしょう。ありがとう。よし、ピノ食べながら隠れるぞ。ほう、くれた一個食べます。巻き込んで終わり。最近つきまとわれてて。うん、そうなんだ。見つかったら当番どころじゃなくなる。何をさせられるのよ。ピノ君はこそっと教えてくれたけど、あまりの近さにドキドキして私は誰どころじゃない。ピノ君は飛び箱からが出た。あ、飛び箱だったね、そういえばね。ようやく気持ちが少し落ち着いてくる。それにしても、やっぱりピノ君ってモテるんだ。アイス食べれないのか。そうだよね。彼はクラスの人気者なんだね。一人きりの時間は奇跡、あ、二人きりの時間は奇跡みたいなもの。じゃあ、俺帰るわ。うん。ピノ君は私の方も見ずに去っていく。結局今日も進展がないままだった。もうすぐ当番が終わっちゃうのに。5日目。帰り道、私の前をピノ君が歩いている。ピノ君との距離を詰められない。ピノ君の背中が遠いまま。そこでふとピノ君の異変に気づく。肩が落ちて元気がないように見える。溶けちゃったんじゃないの。今日は日差しが強いな。あ、本当にピノ君は愚痴を漏らすみたいにつぶやいた。アイスは冷えてる。クラスのみんなもそう言ってる。まあ冷たいのは美味しいですからね。なんとかピノ君を元気づけたい。私はピノ君に届くようにお腹に力を込めた。キンキンに冷えてるのが最高。実は少し溶けてた方が美味しいんだよ。熱いなら水でも飲む。ちょっとこれあれなあれだね、これはもちろんあれじゃないですかね。実は少し溶けてた方が美味しいんだよ。そんなことは俺の思い込みだったのか。そうだよ。そんなはずない。試しに一粒食べてみろよ。くれた。ピノを一粒食べよう。あ、もう溶けてきちゃったよ。早く帰らせてくれ。うん、ちょっと距離縮まったのかな。6日目。いよいよ今日は当番最終日。これまでピノ君と過ごして私は結論を出した。ピノ君が私に冷たい理由は、冷たい方がいいという思い込みから。思い上がりかもしれないけれど、もしかして私を意識してくれてるのかな。やっと今日で終わるな。帰り支度をしているピノ君。このまま終わらせたくない。私はピノ君の心を溶かすために彼の前へと立ちはだかった。なんだよ、まだ何か用があるのか。私は彼を溶かすために好きだと告白する。水をかける。思い切ってキスする。これ勝負じゃない。6日目でしょ。思い切ってキスする。私は意を決して彼に歩み寄った。背伸びをして彼の頬に口づけした。お前、私の行動でピノ君は絶句している。
私も今さら猛烈な恥ずかしさに襲われて、それ以上何も言えずに逃げ出そうと微笑を返した。待ってくれ。ピノ君が私を呼び止めた。期待に胸が高鳴る。これまで冷たくして悪かったな。お前にだけ冷たいのなんて良くないよな。そうよ。え、いいんじゃない？私との6日間でピノ君も思うところがあったらしい。一歩だけ私に近づいてくれた。これからも友達でよろしく。友達かな。両思いには程遠いけれど、彼の心のガードを少しだけほぐすことができたんだ。これからもっと仲良くなれるといいな。教室をそそくさ出ていくピノ君を私は懸命に追いかけた。残りのピノを食べてもっと仲良くなる。なんだそれは。え、あ、急な。うわー、まあグッドエンドなのか。グッドエンドなんだね、一応ね。なるほど。まあ付き合うまでには至りませんでしたが、よかったんじゃないですか。はい、キノコイでした。期間限定でコンビニとかスーパーで販売されてますんで、ちょっと気になった方はやってみるのもいいんじゃないかなと思います。ピノコイが少しでも気になったら、別にピノコイはいいんですけどね。高評価チャンネル登録お願いします。では小林写楽でした。またね、バイバーイ。